けるあの可愛い女の子はどっからさらってきたんですか。さらってないわ。で、あお世話になった。本当に。お世話になった。光栄です。可愛い言うてくれてた。めっちゃ可愛い言うてくれてたね。すいません。ありがとうございました。今日はありがとうございました。お仕事お疲れ様でした。実際パワハラぐらいはどうなんですか。ないわ。いやもう全くなくて、思ったよりクリーンすぎてびっくりしました。残業代とかちゃんと出てます。あ、いただいてます。あ、もうちゃんと、はい、すごいね。やってます。それは赤字だわ。赤字ではないです。だって毎日芸能人働いてる人件費って給料いくら出してるんですか。いやいや、オーナーは。オーナーですか。ゼロです。ゼロなんですよ。今までで一番ムカついたお客さんどんなの。いやでも本当結構飲食店って、はいはいはい、あのお客様から強く当たられることとかも多いと思うんですけど、はいはいはい、今回全くないです今まで。はい、でも本当にあの皆さん本当にいい人ばっかりがご来店になってるのか、オーナーが一番席回りしてるから言ってあげて、言ってあげて、言ってあげて、そのおかげかもしれない。ちょっとそれそれオーナーがいつも挨拶で、そやな、いや素晴らしい。おんちゃんさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。